ツノシャク系は、キジモク、チ冠ウカンかツノシャク系族に分類される鳥類。本種のみで、ツノシャク系族を構成する。グアテマラ北部、メキシコ南部全長75から85センチメートル。翼長オス36.5から42センチメートル。メス35.3から37.8センチメートル。全身は、緑色の光沢がある黒い羽毛で覆われる。上の基部は、 羽毛で覆われる。胸部は白い羽毛で覆われ、うじこは黒い。おはには白く太い横縞が生える。頭頂には赤い骨質の突起があり、和名や英名の由来になっている。光彩は白い。くちばしの色彩は黄色。喉には羽毛がなく赤い皮膚が露出する。標高1525から3350メートルにある下倍が繁茂した雲霧林に生息する。 食生は植物食で植物の葉、果実などを食べる。地表で採食を行う。繁殖形態は卵生。1羽のオスと3から5羽のメスが交尾を行うと考えられている。樹上に枯葉や苔を組み合わせた巣を作り、1回に2個の卵を産む。放卵期間は34から36日。生息地では食用とされることもある。開発や放牧。 内乱による生息地の破壊、食用の乱獲などにより生息数は激減している。1970年代後半における生息は1000羽未満と推定されている。ありがとうございます。